你好、日本の皆さんこんにちは、トントンです。突然ですが、中国で海の黒ダイヤと呼ばれている食材を知ってますか？実はナマコのことなの。ナマコは中国で高級食材として扱われていて、日本に比べると馴染みのある食材なんです。今日はナマコが丸ごと入ったスープが食べられる中国の山東料理のお店へ紹介したいと思います。そもそも山東料理とは中国の山東省で出される料理のことで、中国の四大料理の一つであり、香り高く見た目は華やかという特徴があります。山東省は海に面しているということもあり、ナマコやフカヒレ、アワビやホタテ、エビなどの魚介類が豊富に取れます。また高価で取れる淡水魚、内陸部で栽培されている野菜や果実など、あらゆる食材が揃うので、食材を豊富に使った贅沢の料理が楽しめます。私の印象では、山東料理が濃い口です。あとは野菜や果実のサイズがとにかく大きいという特徴があります。ということで、今日は山東料理を専門に扱うレストラン、太和轩に来ています。実は私の行きつけなんです。じゃあ案内しますね。見てください、広い店ですね。シャンデリアも綺麗に飾ってて、何回来ても高級感を感じます。家族連れてもいいし、あと個室もありますので、ビジネスの接待にもおすすめです。山東省の定番といえば全部のセットがおすすめできます。それから、ナマコが丸ごと入ったおかゆも、日本人にはちょっとびっくりするメニューもございます。これこれ見てください、珍しいでしょう。じゃあこれからいっぱい頼みましょう。トントン。1品目はこちら、ジェンピンセットです。ジェンピンというのはこのようなクレープの形に似てるかもしれないんですけど、質はちょっと紙っぽいじゃないですか。これにこちらの具材を巻いて食べるんです。これ具材の中に、これが山東省の有名なサンズと言いまして、こねた小麦粉を揚げたものです。サンズ、それから野菜少し入れて、あと山東省の有名な白ネギです。うわ、みずみずしい、新鮮ですね。これも、それからこちらごま塩です。少し巻いて、これ特製のエビの味噌も入れて、